12人の死にたい子供たちは、うぶかた等の長編ミステリー小説である。別冊文芸春秋2015年7月号から2016年7月号に、連載2016年10月15日に、文芸春秋より、観光2018年10月10日に、文春文庫より文庫化された。集団自殺を目的に廃病院の一室に集った、初対面の十二人の少年少女をめぐる、 密出劇。担当編集者は、火花、コンビニ人間も手掛けた、浅井真リコ。2017年に漫画化、2019年に映画化、された。発案は10年以上前で、自殺サイトを知ったことが執筆のきっかけになった。マルドゥックスクランブルや、天地名刹などの SF や、時代物を手掛けてきた、うぶかた等の、初めてとなる、長編ミステリーで、海外で過ごした。 少年時代の体験が元になっている。廃病院に集まった12人の子供たち、彼らの目的は安楽死をすること。しかし、彼らが集まった地下の一室では、いるはずのない13人目の少年が先に眠りについていた。自分たちの中に13人目を殺した犯人がいる可能性があり、このまま安楽死を実行すれば自分たち全員が犯人扱いされる恐れがある。 このまま計画を実行すべきか、13人目の正体を解明すべきか。彼らはこの集いのルールである、全員一致にのっとり議論を進めていく。熊倉隆都市の作画によりコミカライズされており、グッド・アフタヌーンにて2017年7月号から2018年12月号まで、連載、講段社アフタヌーン KC より全3巻で刊行された。 堤幸彦監督により実写映画化され2019年1月25日に全国公開された若い俳優の演技力が試せる作品を創出するをコンセプトに密室での心理戦が中心となり個々のキャラクターを深く掘り下げ演じる役作りの力と集団演技において相乗効果を生み出すコンビネーションや爆発力が 求められる本作キャストには、出演オファーを受けて趣旨に賛同した、若手トップクラスと目される杉崎花、新田真剣優、北村匠海高杉誠中、黒島ゆいな、橋本環奈の6名と、オーディションによって抜擢された、ブレーク必士の注目株と目される、吉川愛、萩原俊久、淵野美里と、坂東龍太、古川琴音、竹内愛佐の6名の、 次世代を担う若手俳優が顔を揃えた。ただ一人帽子とマスクで顔を覆いポスターで公式サイトにおいて唯一正体が明かされていない良子役の秋川リー子についてはオフィシャルサイトと連動する形で東京、大阪、福岡で2018年12月23日16時に発表された。撮影は群馬県藤岡市にある肺病院にて行われ、 堤監督が好んで用いる手法である映画の現場では異例の1シーンを複数台のカメラを用いて撮影するマルチカメラ撮影により5台のカメラを用いて撮影された。脚本の劇作家倉持博が執筆したサスペンスフルな会話劇は1シーンが台本6、7ページ、クライマックスシーンに至っては12ページにも及び、 ライブ感を重視して多くのシーンが長回しによって撮影され、約40分間にも及ぶノンストップの長回しも行われている。ありがとうございます。